今このトラクターですね、実はバックでも直進自動をかけることができてます。一つ目飛ばししてちょうど空いたところですね、そこをですね直進自動更新のままバックで作業して戻ってきております。このようにですね、まあ、野菜植え立てた時にですね、ワーウェイ作業というふうに言うんですけども、それワーウェイ作業ですね、このトラクターでも部屋に置いたり、ワーウェイ作業ですね、これが経路ですね。ここの経路にちょっと分かりにくいんですけど、色塗ってます。こうやって作業した後は見れますので、白鍵とかですね、ブロードキャスターとか目に見えない作業でも使うことができます。
か。役割りきかと思ったら88ですね。Thank you.